神隠しと言われた松平人失踪事件松平人氏とは。松平人氏1874年、明治7年、5月5日、没年不詳は、日本の家族、男爵。旧津山藩主、現在の岡山県津山市、松平成民の八男として生まれる。当時、父は61歳であった。祖父は将軍であった徳川家り 1888年、明治21年、11月1日、14歳、父の勲功により分家して、男爵となる。男爵邸は本邸内にあり、まだ独立した邸宅を持たなかった。1894年、明治27年、5月11日、15位に除される。東京帝国大学理学部に入学し、植物学を学んだ。失踪事件。 1896年、明治29年、22歳、徳川義信の七女、奈美子と結婚。息子、人氏は、父、角道と共に、徳川宗家に出入りしており、ここに預けられていた、義信の娘たちとは顔見知りであった。しかし、風災の上がらぬ人氏は、義信の娘たちには、あまり人気がなかった。その後、人志との縁談が持ち上がった奈美子は乗り気ではなかった。 しかし、静岡の吉野部から呼びつけられ、世話になっている格闘の子と結婚するように説得された。二人は結婚するが、結婚後は、夫婦仲はうまくいった。東京帝大で植物学を学んでいた人氏は、結婚後も、屋敷と大学を往復する生活を送っていた。ところが、その七ヶ月後のある日、自宅を出た後失踪する。 兄、松平康民に来客があった際、人志は、大学に行くため玄関に出て、その客とすれ違ったが、玄関先にいたお抱えの車夫は、混雑に紛れて見落としたのか、玄関から出てくる人志を見ていなかった。その後、人志は大学へも行っておらず、行方はわからないままとなった。当時、奈美子は、妊娠中、人志も、この誕生を楽しみにしていたという。妻も家族も、 一切心当たりがなかった。吉野部もかなり心配した。この失踪を、松平家は警察には届け出られず、新聞などでも報道されなかった。津山藩松平家では、人志の失踪を隠蔽するために、人志の所得税23円余りを納税するとあの手この手で隠蔽し続けた。このことは、1957年、昭和32年。 八塚敏子一しの老い、松平康春の妻の著書、大名家族において、初めて明かされた。長男の松平成光は、一と失踪後の1897年、明治30年、2月に生まれた。そして、世間の目が日露戦争に向いている、1904年、明治37年、5月20日の7歳の時に、津山藩松平家は、奈美子が生んだ成光に、こっそりと家を継がせた。 こうして世間では松平氏が失踪したことを一切気づかないまま松平成光がいつの間にか新党首になっていたのだ蜂須賀正明公爵に嫁いだ奈美子の姉しつこが子供を残して亡くなっていたため慶喜は奈美子に蜂須賀家の後妻となるように勧めたが奈美子はこれを断り松平家にとどまった松平氏がいつどこで死んだのかは誰にもわからない そのため家系図の人志の死亡年月日は空欄である。